はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数2の二次方程式の解と判別式 ⑤ をお送りします。で、このタイトルもね、5本目になりまして、で、今回ね、1問だけなんですよ。ね、ここに載ってる1問だけです。で、問題の種類としては前回とすごく似てるんですけど、ちょっとね、あるポイントがあるので、1問だけ今回取り上げていきます。なので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと読んでもらって分かんないなという方はね、今からこの問題解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？では、早速ね、この問題解いていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。よし、じゃあ行きましょう。で、問題読むとね、分かるんですけど、A を定数とするとき、ここも前回一緒でしょ？で、方程式、式が書いてあって、解の種類を判別しようと書いてあるから、一見ね、パッと見前回と変わんねえじゃんみたいな感じがするんですけど、何が違うかって、これが違うの。方程式。実はですね、もし余裕があったら前回の動画ちょっと見てもらいたいんですけど、ここ、二次方程式になってたの、前回は。で、二次方程式の解の種類を判別しよう。今回ね、ここに式が入っちゃってますけど、方程式の解の種類を判別しよう。その違いってすごく大きくって。だから2次が抜けてるタイプだと思ってください。で、このタイプの時はある大きな違いがあって、一つやらなきゃいけないことがある。で、何やらなきゃいけないかっていうと、早速そこから入るんですが、これですね。A が0ではない時と A イコール0の時に分けます。で、これなぜかっていうと、大体ね、この方程式の解の種類を判別しようっていう問題の時って、この x2 乗にくっついてる部分に a が来ます。その文字が来る。ここ。で、実はですね、その判別式使うっていうのは二次方程式で使うわけじゃんか。けど、a がね、ここだよ。もし0になってしまったら、ここ 0x2 乗なんで x2 乗消えるでしょ。ってことは、これ一次式になっちゃうんだよ。だから、一次式になってしまうので、判別式関係なくなってしまう。だから、一次式のパターンの時と、二次方程式。これ一次方程式だね。ごめん。一次方程式になってる時と、二次方程式になってる時。A が0ではなければ二次方程式だから。これね、x2 乗生き残るんでね。けれど、A が0になったら一次方程式になってしまうので、そこを場合分けしなきゃいけないんです。いいかな？それで、こうやって分けてやっていく。これが、その問題で方程式って書いてる時の注意点になります。で、A が0ではないって言えば、二次方程式確定するんで、あとは普通にやります。判別式使ってね。で、今回は B の部分が半分にできるので、B' が3でね。だから4分の D を使って、判別式は B'2 乗だから差残額、マイナス AC なんで、マイナス A かけるこれになるから、マイナス A 配ると、マイナス A の2乗を、プラス 8A になるね。ちょっと順番変えようか。8A プラス9。これ、マイナスくくり出して因数分解してしまおうか、先に。マイナス、A2 乗マイナス 8A マイナス9だから、マイナス9とプラス1から。マイナス9と、こうなるね。ちょっとね、マイナス食い出してしまってますけど。となると。で、判別式終わったので、前回と全く同じです。この4分の D が正の時、イコール0の時、負の時に分けて書くと。で、まず正からいきましょうかね。正。つまり、これが正なんで、これちょっとややこしいんですけど、こうなるでしょ。で、まず、このマイナス邪魔なのね。だから全体にマイナス1をかけて、これが消える代わりに向きが変わります。マイナスで処理してるから。だからもう今消えてるんだよ。で、右向きになったから、マイナス1と9を使って挟みたいんです。だから普通に書くと、こうなりたいの。でもこれ×なんです、こう書くと。で、何がまずいかっていうと、ちょっと数直線書きますね。さあ、久々の数直線、右下がりになっ、ちょっとなんだね。で、これ今、マイナス1から9なんですよ、範囲としては。で、イコール入ってないんで、白丸にしとこうか。この範囲を示してるのね。けど、大元に A は0ではないっていうのがあるんです。つまり、ここ0がいますけど、0を含んじゃいけないの。もしマイナス1から9って書いたら0入っちゃってるからね。じゃあどうするか。これ0で切るんです。1回マイナス1から0で切って0から9って0だけ入らないよって書き方をしなきゃいけないのね。だからこう書くのではなくって、まずマイナス1から0だからマイナス1で0含んじゃいけないからこうイコールダメだよ。こうなる。でもう1個が0から9だからこっちもイコールを入れずにこうなります。こうやって切ってください。これ結構ね引っかかる、この部分がね。で時に結局判別式が正をやったから、いつも通り異なる2つの実数解ですね。まず1つ目が。で次イコール0いきましょう。4分の d イコール0。つまりこれイコール0解くだけだから、まあ、マイナスで処理してもイコール変わらないからね。だからこれ解くとそのまんま a イコールマイナス1と9だね。でこの時に下の幅あるけど、まあここ入るからいっか。ちょっと横いきますね。に10回かっこ実数解と、まあ、こうなります。でラストが負の時ですね。これ4分の d 足して書いちゃってる。これ失礼しました。で最後が4分の d が負。つまりまあこれの逆って考えてもいいんですけど、一応ね、あ待って、もともとが負スタートでマイナスで処理すると向きが変わってこっちになります。マイナス消えてるけどね。で左に口が開いてるから書き方として a がマイナス1よりちっちゃい時と a が9より大きいこの時になります。でこの時0大丈夫なのかと思うかもしれないんですけど、今これっていうのはマイナス1より小さい時と9より大きい時、こういう状態ね。だから0関係ないんだよ。入ってないから、もともと。だから気にしなくていいんです。0が入ってしまってる部分を切らなきゃいけないっていうだけで。でこの時に判別式は負だからね、異なる2つの虚数解となります。で今までだったらね、まあ、これがなかったからさ、これで終了だったんですけど、前回の動画とかだと。ただ今回は A が not イコール0、0じゃないっていう状態やってるので、もう1個の場合分け。2番 A イコール0の時をやります。でこれは判別式どうのこうのじゃなくて、普通にここに0を入れてください、A、こことここに。でそうすると 6x-8 イコール0が残るでしょ、もともとの式が。でこれ解くと x イコール3分の4じゃないですか。マイナス8こっちに持ってきて6で割るとね、で約分すると。だからこれ x3 分の4で答え出てる。でこれ実数解でしょ、 i 入ってないから。だからこの時はこっちでいいか。答え1つしかないんで1つの実数解と、こういう風になります。いいかな。でこれで丸です。ここまで揃ってね。つまり気をつけなきゃいけないのは、問題に2次が入ってなくて方程式となっていて、でそしてしかも、まあ、大体セットになるけど x2 乗の部分に文字がくっついてたら、それが0イコール0の時、こっちね、0の時と0じゃない時に分けて必ず解くと。で特にこの0じゃない時は0じゃないっていうのが入ってるんで、こう数直線に慣れるまではね書いて0で切ります。この部分ね、いいかな、まあ、そこだけ注意してやってもらえたらと思います。では今回は高校数学数2の2次方程式の解と判別式 ⑤ をお送りしました、今回もねここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で判別しようはこれで一応終わりにしようと思ってるんですけど、一応判別式使う問題でもう1個だけ動画撮ろうと思ってますので、もしよかったらねそっちの方も見てみてください。ほんじゃ今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。